月経った今月の8日と9日にツイッターや動画などで今回の被害を確認したということなんです。そうなんですよ。前でもかなり怖かったと思います。さらに、まあ、この12月28日釈放されたこれもかなりショックなことなんですね。そうなんですよね。ではそのツイッターでどんなことが話されていたのかというと、運営아저게나빠요그래마마고가모던다